どうもこんにちは。宣伝部長のコーチです。今日は文集法で右往左往ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、松本人志さんの問題ですけれども、日々ね、まあ状況がどん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 変化している状況で、まあ私としてはですね、あ、こんなになんか本当にテレビが弱くなったんだなって、 っていうのを日々こうね実感してる感じなんですけどねまあそもそもですけど例えばあの文春さんといえばですね20年前にジャニー喜多川氏の件をやってそれがあらゆるマスメディアが取り上げてくれないみたいな状況がありだけど昨年の まあ3月に BBC がやりカウアンさん等々ですねのまあなんていう告発等々によって、まあ、いろいろ話がこうダーっと大きくなっていったところがあるんですけどその時もあの私もその問題取り上げましたけど BBC がやるんだっていうね、まあ、まあそもそもそのさらに前にガーシーさんの番組においてカウアンさんは告発してるんですけどね実質。 まあそこではと、なんか話題になるどころか、むしろカウアンさんが誹謗中傷にさらされるみたいなね。まあそれでもう、まあこれはもう黙っておこうみたいな感じになりかけてたんですけどね。はい。いずれにしてもその後に BBC の放送があり、で、その時も、本当にマスメディア、シーンですよ。ずっとシーン、びっくりしちゃって、あの、 <laughs> いやさすがに何かそれも何かその前にガーシー法っていうのがあってですね、まあ、それも何か明らかに証拠付きのやつとかが SNS に流れてもやんねえみたいなところも見てるからいやーちょっと本当にびっくりだなみたいなねこんなにやんねえんだみたいなねでしかも文春さんはそういうところを何十年にもわたって戦ってきたのかっていうふうに考えるとすごいなって思うんですけどそう。 でも、今、あの、松本志さんの問題やって、あれだけ詳細なね、取材をした上でやったとしても、まあ、習慣は嘘書くからね、みたいなことまで言われちゃってるわけで、今まで目殺していたのは誰なんだっていう話なんですよね。はい。まあ、というわけで、まあ、なんですけど、まあ、それを目殺してきた、 マスメディア、特に一番影響力の大きかったテレビですね。まあこれがですね、あの、まあ今回の件で、まあかなり右往左往してるっていう状況を見て、まあ本当に力が弱まってきたんだなっていうふうに思いますし、だから逆に言うとですよ、まあ、ここ弱まったらどうなるかって今まで覆い隠してたもの全部出るじゃんみたいな <laughs> 話がありまして、もう本当怖いよね。怖いっていうか、その、なんて言うんだろうな、 まあアメリカの方ではねとある件で今裁判でまあと,とえらい話になってますけどその日本においても過去も何度か問題になりかけてたけど覆い隠されていた件とかでそれはまだ世の中にちょろっと出てるだけでマシな話なんであってだから本当にもともと一切出てきてないけどやべえ話がね、まあ、今後出てくるかもしれないって考えると、まあ、怖いけど。 だけど一旦やっぱり海を出し切らないと変わんないね、これね。で結局そのまあ全員とは言いませんけどそのそういうのを覆い隠していた人同士が偉い偉くなれるというか偉くなっちゃってるわけでしょだからそれをやっぱりどいてもらうためにはこういった事実が明らかになりそしてまあそれが広まることによって。 まあそこに入れられなくなって新陳代謝が進んで世の中新しくなっていくという話だと思うんですけど、まあ、いずれにしてもですね、まあ、松本人志さんの話はまあそこまでかどうかわかりませんけど今後ね、まあ、事実が明らかになっていくとはいえですね、まあ、正直この問題でもうテレビが右往左往しているっていうところから考えると、まあ、今まではこういうのを覆い隠せてきたけど まあテレビが一言言ったり印象操作すればね収まったものが収まらないのでどうにもならないっていう状況まで来たのかなというところですかね。はい、で、まあ、本日はですねそんな中ですね実はテレ朝これ勝ち組なんじゃないか問題っていうのがあったりあるいは まあ旧ジャニーズ事務所等々の、まあ、向き合い方も含めてなんですけどテレビもやっぱり勝ち組負け組じゃないけどこういったさまざまな問題についての取り組み度合いによってですね、まあ、今後生き残る生き残れるか生き残れないのかみたいな形になるわけで私が見てる限りちょっとね あの富士と日テレはもう完全にもうまあこれなんかどっかで歴史の教科書あのテ,レテレビシーみたいなところでこの騒動絶対出てくると思うんですけど、まあ、ここが起点となってあの2社は沈んでったみたいなねそういうことになるかもしれないなっていうふうに思ったんでまあ、この件を含めて今日はねやっていきたいというふうに思います。はいというわけで、えっとこちらトースポさんの記事ですけれども松本人志ワイドな賞出演取りやめで CM 通常。 ああ進行、神経すり減らすテレビ各局スポンサーということでね、まあ、状況が日々変わっていくのでね、まあ、ものすごく特にそのスポンサーさんとかね、まあ、広告代理店と接衝してる方はね、もう本当に眠れない日々をね、過ごしてるかもしれないんですけど、大変は大変ですよね。で、えっ、ー、と、結局、ワイドの人ョーはね、まあ、出るって言っていたと。 けれども松本さんね、まあ、出なかったとでこれはスポンサーから一定の理解を得られたそうで AC ジャパンの CMA 切り替えられることもなく提供クレジットも維持したっていうところですねはいまあいずれにしても長期的に考えるとまあ私から見てるとかなりかばったような内容に仕上がってしまったのでだから 出演者とかは決まってて、そのまま松本さんが出なかっただけって構成ですよね。で、あれはまあかなり、その、まあ私から見てると松本さん用語に仕上がっていたわけで、あれにさらに松本さんが出てたらね、もっともっとでしょっていうことを考えると、もともと大丈夫かみたいな風に見られてもおかしくなくって、で、そんな中で長期的に考えると、スポンサーさんが引いていく可能性ありますよね、ワイドなショーがね。はい。 と、まあ、というところありますが今回はとりあえず乗り切ったというところですね。はい、ということで,、はいでまあ、広告代理店の話によるとですね一連の問題でスポンサーがどう判断するかはっきりし,ましていませんとそれはそうですよね。 番組への CM をを維持するるかか、取り下げるか非常に頭を悩ませていいますとうあこうなっちゃうとねなんでテレビにその CM 出さなきゃいけないんだみたいなことについてまあ,あの出し方も変わってくるでしょうしテレビ以外のところにやっぱり CM と言いますか広告費が回るっていうのは加速化してきますよねこれどう考えてもね。はい はい、まあ、いずれにしても、まあ、あの出ないということになったので一応乗り切ったという状況ですね。はい、で14日放送の提供クレジットはですねクラウドビジネスのサテライトオフィス IT のエクストリームそれから不動産業のセンチュリー21の3社だったというところですかね。はい、というところでということでとりあえず乗り切って んですけど問題は今後状況が安定する可能性がありテレビ各局やスポンサー各局は神経をすり減らす日々が続くということでねだから「文春」が出るたびにとかですねあるいはそれに対する対応で等々でまあ変わってくる可能性もあるし、まあ、当然それ以外も様々な、ね、取材等々が進んでるからじゃあ松本さんだけなのかみたいな話も含めて話としてはめちゃくちゃでかくなる可能性があるし、まあ、それから今まで押さえつけていたけど押さえがき 効かないっていう話になっていくとまあまあそういう感じでどう考えてもいろんなものが加速化するような状況しか見えないわけですよねだからそんな中で今まで通り行かないっていうのは間違いなさそうなんですよね はい、で、そんな中でですね、テレビ各局、ね、影響が大きそうなんですけれどもこちらの現代ビジネスさんの記事によるとですね、活動休止でも実はノーダメージなテレビ局もあるが制作スタッフが,が抱く旧ジャニーズへの不満の正体という記事ですね。はい。 でまあ、なかなかね、まあ、あれだけ、まあのタレントさんなんで、まあ、テレビ局の影響はで,でかそうですし、まあ、フジテレビの右往左往を見てるとね、他もそうなのかなと思いきやですね、っていう話で、でダメージに下があるって話で,で、一番ショックが大きいのはフジテレビですということですね。毎回ゲストの人選が話題になる人島松本の酒のつまみになる話とか、松本中井と冠番組を2本抱えていますと。でさらに 松本さんがワイドな人出ますと投稿ということでまあそういう問題等々もあって仮に松本さんが復帰する日が来たとしても、えー、まあ今まで通りはいかないだろうって話ですかねであるある,あ,る,あ,るあとですねダウンタウンの名前を冠した番組を放送する日本テレビですねダウンタウンのガキの使いあらへんでですね で、読売テレビでは相方の浜田雅俊のみの出演で番組を継続させることが可能な分富士よりダメージは小さいけど、まあ、言うてねまあ基本的には松本さんありきの番組ではあるからまあなかなか影響でかそうと。で、そして、 TBS は水曜日のダウンタウンクレイジージャーニーと人気番組に松本さんが出演しましたがそこまでのダメージはないでしょうとどちらの番組も企画自体が強く、えー、松本さんがいなくても成立しますということでまあこれは本当にそうですよね水曜日のダウンタウンじゃなくて別でも成立しそうっちゃ成立し,し,しそうですけどただ なんか企画が強すぎて炎上しそうな毎回炎上しそうなんでそこを上手にコントロールしてくれてるまあタレントさんとしてダウンタウンさんがいるとみたいなところでまあそ,そのなんか技量っていうのができる人がどのくらいいるんだろうっていうのはちょっと思ったりするところがありますけどねはいでクレイジージャーニーに関してはまあこれは全く問題なさそうですねはいでえっ、ー、とそして朝日 放送の探偵ナイトスクープも同じということで、まあ、そもそも松本さんいなかったですからね、はい、というところではありますというところですかね、はいまあ、ただいなくなったことによって視聴率とか、まあ、あるいは企画含めてどう変化するかっていうのはまた別の話であると思いますけど、まあ、継続できるかっていう意味においていうと、まあ、そんな感じですかね、はい、でで各局が大量に追われてるのは間違いないそんな中ほとんど影響を受けてないキー局があるってことでこれは テレビ朝日だそうですねはいこれは私もちょっと調べてびっくりしたんですけど「実は松本さんはテレ朝では出禁状態ですからね」と番組の打ち切れなどをめぐって吉本興業とテレ朝の関係が、えー、と悪化しその後は吉本側がダウンタウンを出さないと決めたと聞いていますとで「m 1グランプリ」はテレ朝で放送されますが制作しているのは関西の朝日放送ですし基本的に松本さんは出ていませんというところなんですよね。 でちなみに吉本との関係が良くないテレ朝において功労者となってるのがジ氏ですねプロデューサーの方でアメトークで吉本の関係を築き上げさんまさん出演も実現させたとでしかしそんな梶さんがいても松本人志がテレ朝に出るというのは難しかったというところですねはいでこれねまあどんくらい違うのかなと思って調べてみたんですけど はい。というわけで、こちらね、テレ朝のホームページの方に行って、えっと、なんか検索できるんですね。どんな番組があるか。で、バラエティと、それからレギュラー番組、そして時間帯は夜で検索したということで、まあ、テレビにとってね、まあ、影響が大きそうなところについて、ちょっと検索してみたんですけど、だからちょっとね、これ、アイバぶとかですね、まあ、こっちはジャニーズかな。<laughs> まあ、いや。<laughs> まあ、とにかくですね、 なんか、ここ出川さんだし、これは企画。ポツンと一軒家やって企画ですよね。で、これクリームシチューとか、あとはなんか、まあ、企画が目立つような番組が多くてですね。これとかサンドイッチマンとか、吉本集があんまりないんっていうか、ほとんどないですよ。これはマツリ有吉ですよね。で、それからですね。はい。で、それからこれバラエティに入るかわかりませんけど、池上明さんとか、それから、まあ、キュー様とかね。これうウッチャンんちゃんでしたっけ とかですよね。まあだからこれ林修さんとかって感じで、当然まあひょっとしたら中にはねゲストで出てらっしゃる方もいるかもしれないんですけども、まあかなりえー、っとですね、ば、ば、なんて言うんだろう、こう、吉本集があんまりしない番組っていうか、ない番組がすごく多くて、まあ、 あまり吉本がいなくても成立するような番組がめちゃくちゃ多いのでこれはまあそれは松本さんに限らずじゃあ松本さんの延長線上でじゃあ吉本芸人が次々っていう状況になったらなっても影響がほとんどないんですよテレ朝ねはい。 はいで続いて記事に戻るとですね今回の件でテレ朝は結果的にほぼ無傷で済んだものの芸能事務所との関係に苦労してはどこの局も同じということでテレ朝の制作スタッフは局内で旧ジャニーズですね旧ジャニーズへの不満が高まっていると明かすということでうちの番組はアベーマーでも配信することでテレビだけではなくネットで見てもらうという好循環が生まれていますと。とところが アベマでは旧ジャニーズのタレントが出ていると放送できないんですよというところですかね。またこんなことやってるのかみたい <laughs> で。理由はアベマに元 SMAP のメンバーで結成された新しい地図が出ているからさらにやめジャニーが集まった、えー、2B の番組もアベマで配信されている。そのため次回予告などの短い時間でも旧ジャニーズが映っていればカットするかそもそも配信しないという勝利をする必要が出てきてしまうということが。 言われてるってことで、まだこんなことやってんのか、みたいな話でちょっと驚きましたね。つまり、あのテレ、テレ朝は、まあ、テレビ朝日当然放送してますよね。で、テレ朝と、えっと、アベマを提供してるですね、えっと、 確かサイバーエージェントだったと思いますけど、富士山、富士田さんが社長のね。だから、まあ、その2社で、まあ、合弁みたいな形で、確かアベマをやってるはずで、そう。だから、まあ、そこでテレビ局の、まあ、いわゆる人員とか、まあ、機材とか技術を、は提供します。で、お金はアベマが出しますとかっていう、あるいはまあ配信はやりますみたいなね。まあ、確かそういう構図なわけですよね。それで、まあ、なんかこう、抜け穴みたいな感じでね、その、 テレビだとアウトだけどこっちだと緩いよねみたいな感じで、まあ、うまいこと今までこう秀逸な番組含めてね、まあ、やってきたところはあるんですけどだからまあそういったのもあってそのテレ朝本体にはもうあの新しい地図の皆さんっていうんですかねは過去やめたジャニーズやめたあとは出れなかったけど ABEMA には出れるみたいな微妙なラインをやってたんですよねでもそれをそこに出してるからということであのテレ朝 のね、本体の方でこういう番組やりますよっていうのをアベマの方で宣伝するときにあるいはそれをそのまま配信するときに旧ジャニーズのタレントが映ってたらダメよってお前んとこでやんなみたいなねそういうことをやってくるみたいですごいよねもう何を勉強したんだって感じでまあ過去の慣習がそのまま残ってるだけかもしれないんですけどちょっときついよねって感じで。<laughs> で旧ジャニーズは新しい会社になったのに、いつまでこんなことをやってるんだと現場のスタッフたちは呆れていますよっていうところでね、まあなんかあまりスタッフ自身はそんなに変わってないから、過去の感覚のまんま変われてない人がまあいるか、いるってことについては容易に想像がつきますけどね。はい で、えー、とジャニーズ問題、えー、松本人志の活動休止とテレビ局に次々と試練が訪れているそんな時だからこそこれまでになかった新しい番組や企画が生まれてくる,ることを期待したいというところで、まあ、本当にこうこの通りで,で今こそがあの挑戦の時ですよ今まではジャニーズだったり吉本だったりあるいは数字を持っている人をまあ採用じゃない来てもらってそれであの視聴率を稼いできた。 時代があったわけですよねだけどそれがちょっともう無理よっていう形にもなってきたような話じゃないですかだから、まあ、今回もだからジャニーズ問題もそうだしまあ今回の松本さんの問題が吉本問題まで広がっていった時にタレント頼りではない番組とかあるいは何かもう何て言うんだろうなこうテレビ見てて本当ものはですね年 出演している年齢層が上がりすぎで,でそれを覆い隠すために時々なんかこうテレビ受けしそうな若い子をポンと配置したりするわけですけどそうじゃなくて。 若い人の方にこの人たちがいるから見るみたいなレベル感の人が本当は出てこなきゃいけなくて出てきてないですよね。だから今大御所の人たちがみんなそうなんですよ。ダウンタウンさんもそうだし、昔で言うと s m a さんとか、まあ、そういう人たちは若い時にその人たち見たくて集まってるっていう状況を、まあ、本当は作り上げなきゃいけないんですけどね。まあ、でもそれができないってなっちゃうとそれをできるメディアが天下を取っていくっていう、まあ、当たり前の話が起きるだけですよね。はい はいでさらにですねこちらは「ニュースポーストセブンさんの記事でちょっとえぐい内容で、まあ、松本人志さんの裁判休業で松本頼りだったテレビか大きな方向転換へと、まあ、同じような話ですねでこの「性の闇」のパンダラの箱が,箱が開く可能性もということで、まあ、基本的にはままちょっとね、まあ、松本さんが大変なことになったということで今各所そのまあ右往左往してるという、まあ、そんなような話ですね。はい はいでまあ、一応裁判で現状はね、まあ、私が撮影している現時点においてはそれで戦うとおっしゃっていてで裁判が終わるまでは騒動に関わる他の芸人にも影響を及ぶでしょうとでこれをきっかけにテレビ界の闇ですね性の闇が明らかになる可能性もあるっていうことでね、まあ、正直こっちの方がえぐいと思うんですよね。でえー、と で、自らテレビを去る芸人も現れるかもしれないっていうことですね。で、松本チル,ル,チルドレンを自称する芸人は多くっていうか、かなりいますよね。で、まあ、少なくとも影響を受けてない人はいないんじゃないかレベルですよね。で、過去にフットボールアワーの後藤さんはですね、松本さんの影響で多くの尖った芸人が生まれてきたと力説したと。で、攻めた表現を求めた芸人らが地上波から消えて、アマゾンプライムビデオやネットフリックスなどの配信番組に活動の場を移すかもしれないと。 すで、えー、既に松本の自身ドキュメンタルやあー、とうとうですね、配信番組に力を入れ始めていたというところなんでね、はい。はい、で、平成以降のバラエティーの歴史は、ダウンタウンの歴史とほぼイコールですと、で近年では滑らない話や、一本部グランプリなど、自身が回し役になって、 他事務所の芸人も活躍できる番組フォーマットを確立させたということで、まあ功績としたらね、すざまじいものがあるわけですよね。で、近年は後輩芸人のために狭まる一方の笑い表現の幅を広げようと戦ってきましたと。で、配信番組に活路を見出しても、その延長でしょうというところですよね。だからまあ、もともとね、まあ、ご自身でもおっしゃってましたけど、自分のは、まあ、まあまあマイナーなんだと。 いいいううことをおっっっしゃっていててマイナーな芸っていうんですかね、まあ、そっち受けするものなんだけれどもっていう話をされていてまあ逆に言うとそれをここまで広げたっていうのはすごいわけですけどねまあそれはでもそういうものだからやっぱり世の中がまあなんていうんだろうホワイト化していくとなかなか居場所がなくなるっていうのはまあある種時代の流れかなって感じでそんな中でじゃあできるとかはどこだろうねって感じですよねで,、まあ、でもそのとかね。 Amazon 等々も言うけどで私もそっち行ったら方がいいかなと思ってたんですけどよく考えたらですねこういったまあいわゆるこう性的な問題に対して厳しいのがそのグローバル企業じゃないですか。はいという感じでねちょっと今一生懸命喋りながら途中で切れてしまったんでつながるかどうかわからないんですけどまあとにかくそのまあとにかくです今後「まっちゃん頼り」だったテレビ界には大きな方向転換が求められますって言うけどい まあね <laughs> まあいろいろなんて言うんだろうないろいろ難しいなとは私は思いますけどねだからまあそもそもですけどこの「まっちゃんだより」だったテレビ界に対してやっぱりモノモースみたいな形で新しいスターが出てきてまあ少なくともそれを 潰すことはできなくても少なくともなんかその目みたいなやつは出てこないとおかしいじゃないですかそれがまあ全く見当たらないっていうかまあ私がテレビ見てないだけで分かってないだけかもしれないんですけど見当たらなくってもうある程度中堅以上の人たち以上でまあ番組を作ってるみたいな状況で。 まあそれはまあ相場ねやっぱりそれを見てるとテレビ自体がダメになるだろうなとは思っていましたが、まあ、今回のまあそんな中で抑えられていたものが外れたことによって新しい番組を作るでそして生まれ変わるでテレビの強みを生かしてあらゆるものをやっていくっていうことによって生き残る可能性はないわけじゃないんでただそれがやっぱり富士とか日テレはちょっとなんかなさそうだなみたいな風に私には見えていて。 どうなんですかねまあテレ朝は一応そのアベマっていうねあの投資をしたことが今になって生きてきてるしそれからまあジャニーズ問題なんかにおいてやっぱりあの TBS は一番、まあ、民放の中ではね、まあ、テレ東さんのくと向き合ってきたっていうところもあるんで、まあ、それでも全然ですけどねだけど、まあ、その辺のなんか姿勢の違いみたいなものもちょっとずつやっぱりそれによる差みたいなのも生まれてきてるから っていうところですかね。まあ、いずれにしても我々あの激動の時代にね本当に今存在していてこっからどん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 いろんなものが変わっていくのでやっぱり過去の価値観とかもう大事ですけどね大事なものもあるけどそこにしがみついてるとやっぱりやっぱりこう社会からねこう排除されちゃうっていうのかな。だから、 難しいとこありますけど過去だったら OK だったものが今アウトにどんどんなってるじゃないですかそんな中で、まあ、昭和の価値観でいいとこをいくら主張したところでアウトなものはアウトだよねみたいな形で下手するとものによっては犯罪行為にすらなるものすら出てきてるわけですから、まあ、そこについてはもう変化を認めてやっぱ変わっていくしかないわけで,でそれを意識してもなかなかねついていけないぐらいの変化が訪れて。 ているっていうことだというふうに思いますねはいとりあえず本日は以上でございますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね